はい、酒好きな新潟人の飲酒動画始めていきたいと思います。今回はね、オリオンビールの一番桜です。麦芽 100% ビールですね。これですね、オリオンビール、俺ずっと昔からね、まあオリオンビール前飲んだことあるんですけど、これ知らなかったのが、この一番桜っていうやつはですね、麦芽が 100% のビールなんです。で、普通のオリオンビールっていうのは、あの麦芽 100% ではなく、あのコーンとかスターチとかが入ってるビールみたいです。沖縄発の季節限定の生ビールだから、これずっとね、あの見た目が違うだけなんかなと思ってたんですけど、全然違ったという。沖縄では正月を過ぎると、ヒカンザクラの鮮やかなピンク色の花々が、次々と色づき始め、春の訪れを告げます。そんな華やかな季節にふさわしい贅沢なコクと香りの麦芽 100% ビールが沖縄から届きました。原材料が麦芽とホップで、アルコール度数 5%。で、これはアサヒビールの、あの、あれですね。スーパードライの代わりに、沖縄だと、このオリオンビールが売られてるとか、なんとか、聞いたことはあります。本当なのかは知りません。麦芽 100% ビールか。そんじゃ、いただきまーす。乾杯。うん。うん。あ、うまいですね。あ、美味しい。これなんか、あれだ、ラガーっぽい。結構ラガーっぽい。うん。あ、でもそんなに苦くないか。うん。うん。結構コクもあって美味しいですね。うん。美味しい。あ、コクあるけど苦味がないんだな。うん。苦味が全然ない。朝日はそんな苦味強くないか。スーパードライもそんなに苦くはないな。アロマホップの香りが麦芽 100% の贅沢な味わいを引き立てます。素材の良さと厳選酵母のハーモニーが国味豊かな、贅沢な味わいを生み出します。飲むほどに心が躍る、今年もオリオンの一番桜の春をお楽しみください。うん。あ、これ美味しいわ。普通のオリオンビール、よかこっちの方が美味しい。なんか普通のね、オリオンビールって結構薄いんだよな。味がな。これあんまり、そこが好きじゃないんですけど。かなり、あの、味が、薄くて、なんかあの、アメリカンラガー的な、味なんだけど、しかも大して苦くもないし、香りもあんま良くないんだよな。だから、オリオンビールっていうのは、俺基本的に、あんまり、好きじゃないんですけど。でもこれは美味しい。数量限定ですね。うん。なんか美味しいな。これ普通に美味しいな。うん。なんか黒ラベルみたいな甘さっていうか苦味がない
ビールで、なおかつ、結構コクがある。これ美味しい。まあなんかね、またね、来週の月曜とかになるとなんか寒くなるらしいですね。また雪降るとかなんとか書いてあったな。嫌なんだけど。いい加減してくれよ。だって予報見たらマイナス、最低気温マイナス2度とか書いてあったもん。嫌なんだけど。マジで。まあもう4月だよ。3月の下旬なのにお前、雪降るとかさ、勘弁してくれよって。本当に。本当に勘弁してほしいよな。だからさ、もう、タイヤ交換したんだって。タイヤ交換したからさ、もう、やめてって。これ美味しかった。久々にさっぱりした。ビール飲みました。美味しいね。こういうのも悪くない。コクはあんまりない。ん？コクは、いや、あるのか。あ、そういえば。時計表示させます。現在は1時43分です。いつもだいたい深夜なんだよね。撮るの。甘み。香りが結構あって美味しい。これ美味しい。これ美味しいね。はい、4344です。ご視聴ありがとうございました。